愛媛のすご技、愛媛's amazing techniques。チタンは軟削剤でしょうか。いいえ、フラスコにかかれば軟削剤です。軟削剤を要求精度プラスマイナス10マイクロ単位で精密に加工できるフラスコ、ステンレスだけでも20種類以上、その他ジス規格にも載っていないものも含め200種類以上の材質を調達切削できます。まずは何よりも時代のニーズに合わせて積極的に導入してきた最新鋭の設備、五軸複合加工機やバーチカルマシニングセンターなどをいち早く導入し、超高精度加工を可能にしています。さらに長年培ってきた職人の加工技術も大きな強み。独自の切削工具を備えた汎用機を稼働することで、自動制御では対応できない試作加工品や一点物、図面のない製品など軟削材の特殊な切削をも可能にしています。さらに高い評価を支えているのが妥協のない品質工程管理体制。工場内は金属の温度による変形を防ぐため常に一定の温度にキープされています。そして製品は現場だけでなく専門の検査室で三次元測定器をはじめとした各種先端機器や検査員の目と手でしっかりと確認されます。また設計段階の打ち合わせからメンテナンスまで設計、製造、組み立て、調整を一貫して手掛けているため、自社工場内での効率的な工程管理体制も確立。顧客のニーズに的確に対応した製品作りを短納期、低価格で実現しています。これまでの実績は多岐にわたりますが、特に半導体製造関係の真空部品に使われる特殊規格のネジ切りや真空関連のパッキンに使用される入り口が狭くて奥が広いアリミゾ加工において、大手メーカーから絶対的な信頼を築いてきました。さらに今後はインド支社を拠点に東南アジアへの進出も目指しています。積極的な設備導入と技術開発、そして職人の技術と情熱、フラスコはこれからもどんな困難な加工でも必ずやり遂げる姿勢で軟削剤に挑戦し続けていきます。